はい、おやっとさ、うしみです。バーチャル他県のご当地系の皆さんも持っているであろう、特技、的なものを持っている方は結構多いわけですが、まあ、牛もですね、特技というか、個性をつけてですね、まあ、一発ですね、鹿児島のやべえバーチャル牛と言われるようになりたいんですけど、まあ、もちろんですね、いい意味でなりたいので、悪い意味でなったら鹿児島に申し訳がないと思うので、まあ、言っちゃえば、まあ、同じ九州で憧れている福岡の舞鶴岡田さんぐらいになりたいところなんですけど、まあ、個性を売るとしたら、やはりですね、鹿児島なまりかなと思うんですけど、まあ、これは意外とバーチャルというか他では見ないし、まあ、牛らしさが出てきそうなものですよねって感じなんですけど、まあ、たまにですね、このなまりとカゴンマ弁を出す感じでも違和感がないと思うんですよね、きっと。まあ、鹿児島なまりを武器にするというのはありかなと思うんですよね。まあ、本当に他にもいなさそうな気がするので、というのはまあ以前も言ったような気がするんですけど、まあ、これだけではまあネタになりづらいかもしれないと思ったのですが、まあ、鉛と方言をちょくちょく混ぜるのも個性になると思うので、まあ、辛いも標準語自体はネタになりそうだから、これはこれでやっていこうと思うんですけど、まあ、これ以外にですね、個性というか特技というかちょっとできるものまでがあって、それを今回やろうと思うんですよね。はいはいはい、いきます。マインクラフトの村人のものまでやります。はあ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 、いや、まあこれだけなんですけどね。はあ